そして今日はビアティンミエの樋口康博監督にスタジオにお越しいただきましたどうぞよろしくお願いいたしますはいよろしくお願いしますそして監督の兄でビアティンミエトータルアドバイザーを務める樋口志郎さんです引き続きよろしくお願いしますよろしくお願いします、えー、ようやく同じスタジオでこの樋口兄弟が揃ったという今日はもうサッカーファン必見のゴージェービアティンということになるわけですけれども 志郎さんあんまりこういう機会ってないんですってねないですね、うんまあ、普段から違う畑でねあの、ええ、サッカーは一緒ですけど、はい、あの仕事しますので、はい、あんまり合わないですねあそうですか、はい、そしてあの安博監督、はいえー、番組の冒頭で 獅、えー、郎さんにもお話しいただいたんですけれども、足の具合は改めて大丈夫ですかはいあのおかげさまで、あの<え>もう普通に歩けるようになってきましたんで、<あ>もうあと一歩です、リハビリ頑張ってます、本当ですか、そうするとこれからより一層トレーニング、試合にまた熱が入ってくるということになってくるんでしょうね。はいいありがとうございますそんな中で、樋口監督、まず、はい、天皇杯の名古屋グランパスとの一戦、えー、VTR ご覧いただいたわけですけれども、振り返っていかがですか。 そうですねあ,のあと一歩まで追い詰めたという手応えは確かにあるんですけれども、はい、やはり勝ちきれなかったトーナメントで次に進めなかったという意味では非常に悔しい思いが改めてて募ってます、はい、あと1点、もうちょっとだったという思い、うんえー、募らせてる人多いと思うんですけれどもただ、J1 の名古屋グランパス、うん、しかも J1 の上位という位置にいるクラブチームになるわけですけれどもそうしたチームとやれたことっていうのはいかかがですかそうですすそうねあの非常にこう選手たち、それからチームにとっても大きな経験という部では、はいえー、経験値を積み上げることができたという部分では、はい、非常に大きな試合だったと思いますあやっぱりでもグランパスは強かかったですかそうですすそうねやはりあのスピード感、それからプレーの強度、はいまあ、その部分で、まあ、選手たちがこう慣れるまでに少し時間がかかってしまったかなと。 そういう意味でいいの違はやっぱりありましたねなるほど3点ビハインドという厳しい展開を強いられたビアティンでしたけれどもやっぱりまずゴールを決めてくれたのは田村選手でした。監督 後半からシステムを変えて、まあ、3トップという形にして前の人数を増やしたことによって、はい、まあ全体の距離感がよくなったと、うん、まあその中でこうチームとしてボールをしっかり縦パスを入れながら、はい、ライン間から仕掛けて得点を奪うと、うん、まあ狙っていた形がしっかりと点数につながったかなと四郎さんはいかがですか。 そうですねあの今の,このパスからの抜け出し、はい、これ素晴らしいタイミングだと思いますし、うん、やっぱあのシュートのところでちょっと角度がないかなと思ったんですが、はい、これはやっぱしっかりニアの天井をぶち抜くとよく狙って決めたなと思いますね。 この一瞬の時間の中でそのニアをぶち抜く、はい、これはなかなかできることではないんですかそうですねあの角度だと逆サイドもちょっと難しいですし、はい、まあニアのあの高さ、うん、ここしかないかなというところを、うん、あのに打ったかなと思いますねまさにこの田村選手のゴールで反撃ののろしを上げたビアティミエということになるわけですけれどもそして、えー、樋口監督、はい、後半19分から途中出場したヤン選手の活躍が光りました。はい あのまあ、ヤンを入れた時にもまたちょっとシステムを変えて、はい、えツートッププラストップしたという形で入れて<ー>まああの相手のボランチの脇とか裏でちょっとフリーになることによってより僕らが攻撃に行きたいなという意図で入れたんですけども期待に応えてもらって本当にいい距離感をまた作ってもらって素晴らしい得点につながったと思いますロー、うん、さんはこのヤン選手のゴールいかがですか そうですね、あの今、監督が言うようにシステムを変,変えたことによって田村選手の近くに、えー、ヤン選手がこうポジションを取るようになってコンビネーションが生まれてきましたよね。はい、ですから、この得点も非常にあの田村選手よく見えていたと思うし、うんまあ、嫌なポジションをヤン選手が取って、まあ、このシュートもしっかりあの狙ってニアを口ち抜いていますよね。 チャンスあ,ってあともうちょっとっていう試合だったんですけれどもあと1点及ばず。 名古屋グランパスの前に敗れたビアティン見重ということになります。ただ、試合会場には本当に多くのビアティンサポーターが応援に駆けつけていたわけです。けれども、このあたりはあの樋口監督、やっぱり力になるところってあるんですか？はい、いや、あのー、本当に0。3っていうビハインドの状況でも僕たちがこう諦めることなくピッチで戦えたっていうのは、えー、ファンサポーターの応援があったのは間違いないですし。し、はい、ま、選手たちがこう。j1。相手に怯むことなく、勇気を持って戦えたと、あの雰囲気を作っていただいたっていうのは？ 本当にに大きな力にな力ったと思いますこの経験は今後、どう生かしていきますかそうですねやはりこの J のチームと戦ったという経験それからあ,ー、まあ、ある程度できたという手応えそれから、はいまあ、チームとしてもこうシステムを変えたりとか選手を変えることによっていろんな変化ができたということはチームの今後のリーグ戦を戦っていく上での上積みが、はいえー、できた試合だったと。 そういうい意味でも手応えを感じま四、うん、郎さんは名古屋グランパスと戦ったこの辺りのやっぱりこう J1 のチームと真剣勝負で戦えたと、はい、でまあスピードであったり強度であったりプレスであったりとかっていう、うん、そこの基準を知れたと<ー>それを体感できたっていうのは非常に大きくて、はい、やっぱ今後のトレーニングの中で グランパス目線っていうかここの目線を常に意識できる<う>それがまあ次のリーグ戦につながっていくんじゃないかなとそういう意味ではやっぱ真剣勝負でいい経験ができたなと思います、ねはい、なるほど今お二人からお話にありましたけれどもこのグランパスの一戦を次は JFL につないでいかなければなりませんでは一旦コマーシャルを挟んでこの後は今後のリーグ戦の情報をお伝えします。僕たちの未来に ゴージェイビアティのコーナー今日は樋口康博監督と監督の兄樋口志郎さんとともにお伝えしています引き続きよろしくお願いしますさて今日お二人こうやって揃ったわけなんですけれどもえっと志郎さんあんまりお二人で食事に行ったりってあんまりしないんですってね そうですね。まあ、あの、仕事をしている時間帯も違えば、カテゴリーも違うので。はい、まあ、あんまりは置き換えはないし、ええ、まあ、お互いにやっぱり。指導者、監督として、はい、まあ、認め合ってるっていうことがあるので、ああだこうだっていうのは。もう、そんな話じゃしないですね。す戦術的な話とか。ええ、それこそ、でも、安せ監督、その、はい、お兄さんと、例えば、電話している時とか、ちょっと会った時の会話で。 サッカー議論が白熱してとかって過去ないんですか全くないです全くないですか、はい、全くないですえー、あれ、そしたら今日でもせっかく揃いましたけれどもこの後はお食事行ったりとかはちょっと飯食って帰ろうかなと思ってます <laughs> あ本当ですか、はい、じゃあぜひあのその次にどんな話が行われたのか <laughs> またあのローさんから伺えたらと思いますので <laughs> さて、えー、安博さんは数々の J リーグクラブで監督を務めてこられたわけですけれども まあお伝えしたように天皇杯であのグランパスとの一戦でスタジアムのあの雰囲気に包まれたわけですが改めて安浦監督この三重県から J リーグクラブを誕生させようというその思いについて強くなった部分ないですかあの本当に強くなりましたやはりあの雰囲気のスタジアムそれからの雰囲気の中でのレベルの高いサッカーをすることによってやっぱり 県、えー、のサッカー熱がが盛り上がるそれから子どもたちに夢とか目標になる存在になれると、うんえー、そうすることによって地域の人たちがやっぱりまた応援してもらって、えー、サッカーを通して本当に盛り上がることができて、はい、やっぱりその、えー、J リーグに上がることによって、えー、非常にビアにィ・ミの存在を知ってもらうことによってまたいろんな部分での波状波及効果っていうのがね、うん、大きくなるんだっていうのをああいう試合をやってみて改めて強く感じてます。ほ その中で、さんはどうですかそうです、ねあのー、やっぱり育成年代で私、仕事してますけども、ええ、県外へ流出してるんですね今ね今選手が<ー>でやっぱり、J リーグのチームがあって、シンボルのチームがあって、はい、やっぱりビアティンが J3 に上がってくれれば、そこへ行きたいと、もうあのビアティンのアカデミーは当然ですけども、はい、少年団、中学校、高校で、えー、プレーしている選手たちが、ビアティンに行ってプレーしたい。 はい、やっぱり生年代にとってはもう計り知れない効果があると思いますし、うん、また、サッカーをやってない人たちからにとっても、はい、あのスタジアムの雰囲気を体感するだけでもなんかあのサッカー文化が広がっていくんじゃないかなと思っててうもう、はよ上がれよと思って <laughs> 買ってくれよというのが正直なと新鮮ですね、<laughs> 兄から弟に早よ上がれよって。いやでも確かに 見え県中の皆さんがビアティンミエ早く J クラブ J に昇格してくれっていう思い強くしているかと思います。ビアティンの J リーグ昇格への戦いはまだまだ続きます。では J フェルの最新のリーグ順位表です。ビアティンミエは一昨年ラインメールと引き分け。 ここまで10試合を戦って4勝2分け4敗で9位につけています J リーグ昇格には上位2位内に入らないといけませんただ首位のクリアソン新宿との勝ち点差は5となっています上位との差はまだまだこれ引き締めき合っているという状況となっていますでは今後のホームゲームの情報です 今月18日日曜日は今年 JFL に昇格した沖縄 s ファウをホームのラピスタに向かいます。キックオフは午後1時です。そして7月1日土曜日は宮城県のソニー仙台 FC と対戦します。キックオフは午後5時となっています。では樋口康弘監督、先ほど史郎さんからの早く上がれよっていう思いが。 伝わったと思います、はい、最後に三重県の皆さんにメッセージいただけますかはい。あの今言葉をもらったように、えー、本当に、えー、皆さんもこう熱い思いっていうのを強く感じますはい、えー。それを実現するためにも今はまだ九位という順位ですけども、えー、上位とも差が、えー、そんなにありませんここから一試合一試合勝ち点を積み上げて、はい、目標の税昇格というものを必ず果たせるように全力尽くして頑張ってきますぜひ熱い応援をお願いいたします期待しています 今日は樋口康弘監督にお話を伺いました。ありがとうございました。ありがとうございました。